デイビッド・ベニオフはアメリカ合衆国の脚本家、小説家、ディレクター、プロデューサー。ドラマシリーズ、ゲーム・オブ・スローンズの共同プロデューサー及びショーランナーの一人である。映画、25時の原作、脚色、トロイの脚本なども手掛けた。ゲーム・オブ・スローンズにより、数々のプライムタイムエミィー賞を受賞している。ニューヨーク出身のユダヤ系。 本名はデイビッド・フリードマン。ベニオフは母親の旧姓である。ダートマス大学を卒業、カリフォルニア大学アーバイン校で文学の修士を取得している。25時で評価を得るまでは、クラブの用人棒や高校の教師として働いていた。映画化される際に監督に、スパイク・クリー、主演にエドワード・ノートンを指名した。2004年にはトロイを書き上げ、 2005年10月21日に公開された。同年公開のステイではマーク・ホースターを監督に俳優にはユアン・マクレガーとナオミ・ワッツを起用している。カーレド・ホス・セイニの小説カイト・ランナーを映画化した君のためなら1000回でもでは再びマーク・ホースター監督と組んでいる。2009年にはウルバリン X ・メンゼロの脚本も手掛けた。 2011年から2019年までは t v シリーズゲームオブスローンズを d b w i スと共に制作している。二人は共同で大部分のエピソードの脚本を書き、いくつかのエピソードの監督も担当している。2015年と2016年には、w i スと共にプライムタイムエミュー賞脚本賞、ドラマシリーズ部門と作品賞、ドラマシリーズ部門を連続して受賞している。 2018年にも、同賞作品賞、ドラマシリーズ部門を受賞している。2014年4月10日、ワイスと共同で、スティーブン・ハンターの小説、ダーティー・ホワイト・ボーイズの映画化の制作、脚本、監督を務めることが発表された。2017年7月19日、ワイスとベニオフが、ゲーム・オブ・スローンズ終了後に、HBO で、 ドラマシリーズコンフェデラットを制作すると発表された。2018年2月6日、ウォルトディズニープロダクションは、ワイスとベニオフが、やはり、ゲームオブスローンズ終了後に、スターウォーズの新シリーズを制作すると発表したが、2019年10月に、離脱した。2020年9月1日、ワイスと共に、3体に基づくドラマシリーズを、ネットフリックスで制作することが発表された。 2006年9月に女優のアマンダピートと結婚。2007年2月20日には長女が、2010年4月19日には次女が誕生している。彼の父親はゴールドマン・サックスの社長を務めた。また、遠籍にセールスフォース・ドット・コムの創業者であるマーク・ベニオフがいる。ありがとうございます。